2024年 G ニアスホットトップ100のトップ10に入った日本の曲のリストの中にナンバーアンダーラインアイの曲が3枚も入っている。GoTo、b o INZM の魅力をメンバー自身が語る。ここでしか聞けない裏話も大公開。2024年、音楽業界において日本のアーティストたちはこれまでにないほどの成功を収めています。特に注目すべきは、 ジーニアスホットトップ100のトップ10に日本の楽曲が多数ランクインしていることであり、その中でもナンバーアンダーラインアイの存在感は際立っています。この年、ナンバーアンダーラインアイは、GO と BON、INZM の3曲がトップ10に入るという快挙を達成しました。これは彼らの音楽が単なる一過性のヒットではなく、より深い意味と共感を持ち続けていることを示しています。ナンバーアンダーラインアイの音楽は、 その革新性と独自性で多くのファンを魅了してきました。彼らの曲がトップ10にランクインしたことは、日本の音楽シーンにおける彼らの影響力を再確認させるものです。特に、g o t は、その斬新なリリックとメロディーが多くのリスナーの心を捉え、瞬く間に人気を博しました。歌詞には深いメッセージが込められており、聴くものに新たな視点を提供する力があります。このような曲がランクインした背景には、 現代のリスナーが求めるものが何かということを考える上で重要な示唆が含まれています。同様に、ボンもまた、独特のリズムとメッセージ性で多くの人々に支持されました。この曲は、現代社会における自己表現やアイデンティティの探求をテーマにしており、そのテーマは特に若い世代に強く響いています。日本だけでなく、世界中のリスナーがこの曲に共感し、自己を見つめ直すきっかけを得たことでしょう。 ボンの成功は、ナンバー・アンダーライン愛が単なる音楽の枠を超えて、リスナーに深い影響を与える力を持っていることを証明しています。さらに、INZM も、得意なサウンドと繊栄的なリリックでファンの心をつかみました。この曲は、技術の進歩や情報の氾濫する現代社会における人間性の問題を鋭く描写しています。そのメッセージは普遍的であり、時代や文化を超えて広く共感を呼んでいます。 このようなテーマを扱った楽曲がトップ10にランクインしたことは、音楽が単なるエンターテインメントにとどまらず、社会的な議論を喚起する力を持つことを示しています。また、n o ーアンダーライン愛のこの成功は、日本の音楽シーン全体にとっても重要な意味を持ちます。彼らの楽曲が国際的なチャートで評価されることで、日本の音楽が再び世界の注目を集めるきっかけとなる可能性があります。 過去にも日本の音楽が世界的に注目された時期がありましたが近年ではその影響力は一時的なものに止まっていましたしかし今回のナンバーアンダーラインアイの成功は新たな日本の音楽の波が世界に向けて広がり始めていることを示しているのかもしれませんさらにジーニアスホットトップ100にランクインするということは楽曲の歌詞やメッセージが広く理解され支持されていることを意味します ジーニアスは歌詞に特化したプラットフォームであり、そこに掲載される楽曲は、その言葉の力によってリスナーに深く刻まれます。ナンバーアンダーライン愛の楽曲がトップ10に3曲もランクインしたことは、彼らの歌詞がいかに多くの人々に影響を与えているかを物語っています。この成功を支えているのは、もちろんナンバーアンダーライン愛の才能と努力ですが、同時に彼らの音楽を支持し続けるファンの存在も大きいです。 ファンは常に彼らの新しい作品を待ち望み、そのメッセージを真摯に受け止めています。このような強い支持基盤があってこそ、ナンバーアンダーライン愛は次々と新しいチャレンジを続け、その結果として今回のような大きな成功を収めることができるのです。この成功を一過性のものとせず、今後もナンバーアンダーライン愛がさらなる飛躍を遂げるためには、彼ら自身がどのように進化していくかが鍵となります。 音楽業界は常に変化しており、新しいトレンドやテクノロジーが次々と登場します。その中で、ナンバー・アンダーライン愛がどのように自分たちのスタイルを維持しながら新しい要素を取り入れていくのか、ファンや業界関係者は注目しています。このような状況の中で、ナンバー・アンダーライン愛が今後どのように音楽シーンを牽引していくのかは、大きな関心事です。彼らの成功は、 単にチャートの結果として見るのではなく、より広い文脈で捉えるべきです。それは、日本の音楽が世界でどのように受け入れられ、どのように進化し続けるかという問いに対する答えの一部だからです。ナンバーアンダーラインアイの成功が示すのは、日本の音楽が再び世界の注目を集め、影響力を持つ存在になりつつあるということです。ジーニアス・ホット・トップ100での成功は、単なる音楽的な達成だけではありません。 そこには、音楽を通じて社会にメッセージを伝え、リスナーと深いつながりを築く力があることを示しています。特に、ナンバーアイの楽曲は、個々のリスナーが自分自身を見つめ直し、内面的な成長を促す力を持っています。彼らの歌詞は、日常生活で直面する問題や感情に対する深い洞察を提供し、多くの人々にとって人生の道しるべとなっています。さらに、 彼らの音楽が持つ力は国内だけでなく海外のリスナーにも広がっています。言語の壁を越えて彼らのメッセージが共感を呼んでいるのです。これはグローバルな音楽市場において日本の音楽がどのように位置づけられているかを再評価する契機となります。現代の音楽業界ではグローバルな視点での成功がますます重要視されておりナンバー,ア,ンダーラインアイのようなアーティストがその最前線で活躍していることは 日本の音楽シーン全体にとっても大きな励みとなります。一方で、ナンバー・アンダーライン愛の成功は、新たな挑戦をもたらすことも確かです。彼らが次にどのような作品を生み出し、それがどのように受け入れられるかは、非常に興味深いテーマです。彼らはこれまでにも革新的なアプローチで音楽を作り出してきましたが、これからもその姿勢を維持し続けることが求められるでしょう。しかし、同時に、 彼らがこれまで築き上げてきたスタイルやアイデンティティをどのように進化させるかという課題もあります。ファンの期待に依頼つつ、新しい道を切り開くことは、アーティストとしての成長と挑戦を意味します。このような背景の中で、ナンバーアンダーライン愛がどのように次のステップを踏み出すのかを見守ることは、彼らのファンだけでなく、音楽業界全体にとっても重要です。彼らの次なる一手が、 再び日本の音楽シーンに新たな風を吹き込む可能性は高いです。そして、その影響は国内にとどまらず、世界中の音楽ファンに広がることでしょう。また、ジーニアスのようなプラットフォームが、日本の音楽を国際的に発信する重要な役割を果たしていることにも注目すべきです。これまで、日本の音楽が海外で広く知られる機会は限られていましたが、インターネットや SNS の普及により、 その状況は大きく変わりましたジーニアスを通じて日本のアーティストたちがその歌詞やメッセージを世界に向けて発信できることは非常に価値のあることです。このプラットフォームの存在がナンバーアンダーライン愛のようなアーティストが国際的に成功を収める一助となっているのです。このようなプラットフォームの活用は今後さらに重要性を増すでしょう。特に日本のアーティストたちがグローバルな視点を持ち、 海外のリスナーとつながるための手段として、ジーニアスのようなツールをどのように活用していくかが鍵となります。これは、ただ音楽を発信するだけでなく、リスナーとの対話を深め、より一層強い絆を築くための重要なステップです。また、ナンバーアンダーライン愛の成功は他の日本のアーティストにとっても大きな刺激となるでしょう。彼らの後に続くアーティストたちが、より大胆で革新的な音楽を作り出すことで、 日本の音楽シーン全体がさらに活性化していくことが期待されますこのようなポジティブな連鎖反応が起きることで、日本の音楽が再び世界の舞台で輝きを放つ日も遠くないかもしれません。最後に、ジーニアス・ホット・トップ100でのンダーラインアイの成功は、日本の音楽が再び国際的な注目を集める可能性を秘めていることを示しています。この成功は、彼ら自身の努力と才能だけでなく、ファンの支持 そして日本ののの音楽シシーンン全体のポテンシャルによるものです今後も彼らがどのような作品を生み出しどのように進化していくのか非常に楽しみです。そして彼らの成功が次世代のアーティストたちにどのような影響を与えるのかその波及効果にも注目が集まることでしょう。